皆さんこんにちは、フォーゲーマーノルッチです。声優のランゼベリアサです。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、今回もファイナルファンタジーブレイブエクスペリアンス厳選をやっていきたいんですけど、まあ、一応例のことを説明しておきますと、我々はこんな感じなんですけど、まあ、あの社会情勢の対策ということで、距離を離しながら、ついたても立てながら、マスクをつけてという感じでやらせていただいておりますが、あのいつも通り楽しんでいただければなと思っております。よいしょ。さあ、ということでですね、今回は、まあ、あのガチャをやり終わった状態です、我々。そうですね、果てた状態なんですけど、あのその後で、そういえばコナンド来てるよねみたいな話をちょっと最後させてもらってやろうかみたいになってっていう流れで、今からちょっとコナンドやりたいんですけど、はい、あのガチャを回したことにより我々ちょっとランクが上がりまして、そうですね、スタミナが超過してるのはちょっと目をつぶってくださいなんかよくわかんないですけど、僕ランク2つも上がっちゃって、まあ、あ、じゃあちょうど上がる直前だったんですかね。多分そうね、あのスタミナが偉いことになってるんですけど、これちょっと目をつぶっていただいて、はい、やっていきたいなと思います。で、我々まだ1回もやってないですし、あの手に入るこのこれジュエルリングのクラフトレシピ、これがどこまで強いのかもよく分かってないんですけど、まあ、とりあえずやっていこうかぐらいの感じでございます。はい、お願いします。もしかしたらサクサクと割ってしまう可能性もあるんですけど超高難度って書いてるから、でも2人はさすがにきついんじゃないですかこれ。じゃあこの状態で一回お試し行ってみる。一旦行ってみて、やばかったらパスワード解放して助っ人を呼ぼう。そうですね、そうしましょう。そうしよう。一回ちょっとこれで様子見ますか。これで一回行ってみよう。じゃあせっかくのタンク出しますね。じゃあ僕もちょっと救急がビクトラしかいないんで、ちょっとビクトラでいきます。行くぜ。逆にでもあんまり普段手動でやらないから、こういう時に手動でやるとちょっと迷いますよね。あ、敵いっぱいいる。いや、ちょっと待って、オートやめて。よしよし、危ない。オチが先に食えた。それじゃあ始めようかしら。やばいやばい、あんま時間ないなこれ。一旦、いや強いぞ、オチュー。どうしようかな。強い、結構減らない。いや、でもドラゴンダイブ決めときたいんで、ちょっと一旦強化します。死んじゃうかもよ。混乱していく。いきなりゲームからもう参加できなくなったあ、ちょ、まあ、まあ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 、一応あと任せましたこれどうすんで。いや、でもタンクの仕事はしてる。確かにヘイト集めてる。タンクの仕事はめっちゃしてるけど、ゴリゴリ減ってる。これさ、あっちの方がいいんじゃない、レインの方がいいんじゃないですか。確かに魔法防御、うん、パーサーさんいきますよ。起きた。ただこうなるとな、これ確か回復、回復だから、いや、とりあえず回復しとくか。いけるぞ、いけるぞスタンプらしい送り方分かんないですけど、どうやって送るんですか。スタンプ選択して画面をこう押すと、そこにめっちゃ回復する。そんな回復する。え、ちょっと待って、この辺で。 OK。 あ、うわー、これ迷うな、どうしよう。あ、こう、そういうことなのか。スタンプいつもこの下のやつ選んで出なかったから、どうやるんだろうと思ってたんですよね。はい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 、一旦倒しますわこいつ。でも魅惑の方が危ないかな、はいはいはい、倒せないんだよな。こっち行きますわ一旦。そうですね、ちょっと数を減らさないと。ちょっとこんなんやめてくれ、こんなんやめてくれ。逃さないよ。ナイスドラゴンダイブ。いや、いや、なんか増えたぞ。増援来た。確かにこれは超高難度な感じが。やばい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 ぞ。オチ、俺じゃない俺じゃない。オチ、こっちや。とりあえず通常攻撃ですかね。串刺しにして。くー、渋いターンが来たけど、いや、これ難しいな。ドラゴンダイブもう一旦待てばよかったな。いや、何にも何にもならんな。硬くなるみたいなないんですか。硬くなるやつはあるんですけど、違う違う違う、あれ、あー、タイムアップ。そっか、マルチだからタイムアップが20秒で終わっちゃうんですよね。これね、2人無理ですね。2人無理ですね、これは冷静になりましたね。2人無理ですね。さすが超高難度。ちょっとスタッフも99レベル1体いるんで、そいつも連れてって、はい、もう1体はちょっと、もう1人ちょっとノラの助っ人を。あ、来た。いや、レインかぶりをちょっと私変えようかな。じゃあ、あ、そうっすね、レインが来てくれたんでビクトラにしようかな。ダブルビクトラで。あ、だとしたら俺あれするわ、槍アップ。あ、いいっすね、1つ攻撃 20% アップ。
あのレン君ジョブはジョブ AP アップでつけてるけど、おふざけんなお前。JP アップの。あてイフリート被ってる。あ本当だ。イフリート被って変えよう。リーダーが獲得 JP アップ 43%。 やかましいわ。しかもこれマックスじゃねえんじゃねえの。岡本さんを信じましょう。確かに。さあ。あの人を守るためなら、私は。あんま前行かないもんいいんちゃう最初、うん、レインが前出るまでつかレインのターンなおっせえな一番最後。確かに全然先っすね。何をそんな今全然見てなかった。それじゃあ始めようかしら。いや難しいね、まあ、一旦ターンをうまくちょっと経過させたいんでちょっと視力にすいますね。それじゃあちょっとこの場をレインに任せてまずバフたかないといけないですからね。そうですね。多分ドラゴンダイブするんだったら2ターン後なんで1回3ターンのバフとかの方がいいですね。次ターンとかだとあれなんで。いやーやばい、これはまずい。裏切り者が。あでも見ろとけた。よかったよかったよかった。いやのラッキーだった。セーフ。やめて俺やめて。死ぬ死ぬ死ぬ。あー待て。タンク守ってくれ。時間が思ったよりもないってことを念頭に避けながらやっていくしかない。おいいぞ。おこれはいいかもしれない。これは熱い知恵ですね。さあリベンジマッチや。私は。あのアーサーさん前に出てるから意外とこのままでありそう。あ本当だ。何盗もうとしてんだよ。それじゃあ意外とまとまりそうだな。じゃあまず動いて、まず動いて、うんうん、で あと15秒。オッケー。視力盗みます。で、AP 稼いで。はい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 。で、下がる。さあ、メリエナ姉さんが初手どうするか。ストーンラ入っちゃいそうだけど。あとでも、コスモプリームきっと狙ってくれてるんでしょうね。最大数入る場所を。だとしたら、もう一旦待ってもいい気がする。どうだ、時間ないぞ、もう。なんか撃ったな。あ、これがある。これがある。あ、タイムアップ。いや、チャージしてる。あ、チャージしてるか。これがあるから並ばない方がいいんだよね。しかも混乱した。アーサーさんが混乱した。私ゲームオーバーっすね。どんなやつか楽しみだな。勝手に岡本さん。それ。岡本さんそこはまずい。オッケーオッケーオッケー。まだ大丈夫。セーフ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 。セーフ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 。あばらけてるばらけていいよ。よし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 。ブリザが。クーラウナイ。え？痛え痛え痛え。あストラルガードが狙われやすくなるけど軽減するバリアなんでもう死んじゃうんで。あファイがあった。いけますね。いけ。行くしかない。よし間に合ったか。間に合った間に合った。よしよしよし。いけ。よし熱い。よし熱い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 。まだ分かんない。でも増援きた。あいややばいやばい。あいやいやいや辛い。難しいな。いやむずい。シンプルにむずい。いや強烈だな。強いな。強いっすね。いやむずい。ちょっとクリアできるビジョンが見えない。くっそ。残攻撃アップいけるか。ワンチャン。残攻撃3人に効果あるんで行くぞ。頼む。頑張るぞい。頑張るぞい。ガシガシラミアも削った方がいいかもしれないですね。最初からラミア
ラミアキラーでこうみんなで。でなるべく私に近づかないっていうので。ナイス。素晴らしい。いい。それ。あの人を守るためなら、私は。でもそこで削れば、オレッチさんが削って落とせるんで、マジでいける。手裏剣とかあれ多分落ちてるから。投げれる。で、私がちょっと前出てアストラルガードすれば時間やばそう。ナイス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 。なんか盗んでるあいつ。ただその位置はまずそうな予感もちょっとする。この剣の露としてくれる。あ、もったいねえな。手裏剣はね、ウィーに当たるからちょっともったいないけど、こっち。ナイス。でもやばいのがこれでいなくなったんで。これさ、ストーンをアーサーさんに集めさせて、その間オチュー削った方がいいんじゃないかな。さっき状態異常させてきたし。どんなやつか楽しみだな。いや、どこに行くか迷いな。死ぬ予感がする。あの間につ、あのラミアの下のところに打ってそうだもん。いや、もうちょっと前入れてここで打つしかない。確かに。あ、そっちか、そっちか。あ、でも分散するには悪くない。全部そっち行ってるわ。あ、いやー、ナイスナイス。この分散はナイスだ。いや、いい分散してる。で、多分次から私に多分来るんで。あ、いいねいいね。一層で取れてる。落ちる、これでもう削り気を。いけるいける。で、あの下の方にラミアまた2体湧いてくるから、うん、それ湧いたらすぐ倒せるように。あのエレメントを倒すと多分ラミアが、うん、あの湧く。よし。ナイス。熱い。これ迷うな。これちょっと来てるんじゃないですか、流れ。通常攻撃あんま強くないから、ちょっと一回。ガサツ。そうっすね。ガサツで火力上げて。上げてから。もう終わりだ。てハザードが下げたらまあいいか。まあいいでしょう。あ、いいんじゃない？これアーサーさんに集まってる。みんな私に来てる予感がする。頑張って落ちを削ってくれ。あ、レビィさん、そこはちょっと邪魔かも。あと正面並ぶとさっきのあの鈍枠とかの技まとめて食らえそう。あれね、周囲だったんすよ。あ、周囲か。そう、多分あんまり関係なさそう。いいね、硬い。いやー、アーサーさんナイスよそれ。いや、いた。てか正面2枚抜きなのか、あれ。ガッキ次動けるっしょ。ここでファイガーで 3枚抜きしとくか。安いけど倒さない程度に。倒しちゃうとラミア出てきちゃうんで。うんうんうん。右下の移動しか。さあさあさあ。防御とか下げてくれるとマジありがてえけど。まだ無理か。身内落ちも半分なんで。削り切れそう。力技で押し切れそう。AP 貯めて。ちょっとこれ大事ですよ、レッツさん。オッケー。いや、強い。手裏剣強い。シュテル強い。手裏剣ってか、さっきまでのビクトラが嘘みたいに。これがシュテルじゃん。やっぱ救急だからってやんじゃダメですね。そうだね、相性とかが大事。学んだ。あ、レビィさん、宇宙から離れてった。いや、一回動いただけか。そこでも、レビィさん、私のファイガーが多分食らう。いや、もうファイガー終わってる。あ、そうか、今終わったか。うん、あ、そういうこと？俺が邪魔しちゃったもしかして。そして時間もちょっと怪しい。まだ大丈夫かな。ナイス来たー。で、ここでラミアが出てくる。いや、でもこれだったらもう全然余裕ある。いけるいけるいける。これいけるよ、マジで。これいける。痛くねえぞ、そんなの。いや、レインが石ころなんて痛くないぞ。レインがマジ強え。魔法防御タンクは優秀ですね。ナイス、かっこいい。悪くない。これいけますね。これいけたでしょ、さすがに。どうする、最後宇宙3体くらい出てきて。おはようっつって。そしたらもういな、終わりっすよ、終わり。引退。いやー、どうしようかな。まあ普通にもう削っていこうかな、そろそろ。そうね、かっけえ。さに激しいけどそんなにダメージ高くない。わしは一回次に向けて技をします。いいですね。で、多分下にラーミア出てくるんで
まだピンピンしてるから、オレッジさんも、うん、だ逆にね、シテルはもうちょっと食らうだけですぐ、あもう無理ってなるから、嫌な声が、そうそうそう、あレビィさんがまた順番回ってくるって、うんうんうん、カッキーさんそれいけそうですかね。あでもさっき打ったからないか、倒しきれないんじゃないかな。まあでも削っといてくれれば俺の通常ダメージも倒せそう、うんうん、確かにハザードフォームしてるし、うん、通常攻撃意外と弱いな。まあでも言うてハザードしてるし AP も溜まってるはずだから、確かに何かしらで。ちょっとレビィさん死ぬのはちょっとまずいかも。ナイス回避、ナイス回避、下まで間に合うのかな。エレメンタルがでもちょっと攻撃しないでほしいな。ラミはまた出てきた、うー強い、強い、お強い、できれば1体倒してほしいけど多分無理よね今。暫定剣打つぐらいしかないからもうやること、もう1回アストラルカード使ってもよかったけど、 まだいいか、ね、もうあとは押せ押せだから、ーかっけえオディ、おら暫定剣、ダメージはそこそこ決してまあ控えめのダメージ、微笑ましいぐらいの。そう、これ次のターンで1ターンの間、いや1つかよお前攻撃アップするの。まあ、でも手裏剣とかで見ないですか普通に。いやね、削ると出てきちゃうから、あちょっと待って、動けない動けない、重量として、うちらでもまだピンピンしてるから多少出てきたところで、あでも打てねえや手裏剣まで、なんで隠れときますわ。いいっすよ、いいと思う、ナイス、すげえな、でもだいぶ威力違う、あでも属性もあんのか、うわ微妙な位置だなそれ、ナイス回避、レビィさんの回避やべえな、レビィさん強いな、強化してるんだろうねちゃんと、うん、諦めた、数を減らしにね、いやだとしたら今 AP 貯めてほしいな、あいつ倒すと多分ラミア出てきちゃうからね。これでどう？いいね。まあでも削り切れる資産かな。もう開かない。もう出てこないんだ。これがラストか。余裕やん。クリスカル。よっしゃー。ナイスー。来たー。よし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 。やったー、勝てた。やったー、もうこれ俺もハイタッチした勢いなんだけどさ、壁があるからできないよ。確かに。いやーこれ難しかったなー。いやーでもね、やりごたえあった。確かにね、なんかちょうど今我々のギリギリのライン、そうですね、ちょうどなんかいけるかどうかのギリギリのラインで、でも一個も出なかった、確かに一個も出ない、いやでも勝てたの嬉しい、いやーこれは達成感あるわ、いいですね、気持ちいい、これさ、でももしかしてさん、あーないか、超高難度の上また出てきたのかなと思って、いやそれ出てきたらやばいっすよもうさすがに無理、いや、やべ、壮大な動画になっちゃったから、ちょっとうまくかいつまんで、そうですね、美味しいとこかいつまんでもらって、美味しいとこかいつまんで編集したいなと思いますが、いやでも本当あの我々ね、そのやっぱずっと今までさ、うん、こうコーナーとかもやらず、今白紙とかあったけど、そうですね、割とこう育成がメインで今までやってきましたけど、こういうねちゃんとマニュアルでプレイしてスキルがこうだって考えながら、属性がとか、うん、レベルだけじゃないとかいろいろ考えながらのすぐ楽しいんで、うん、これからもねちょっとやっていきたいですね、ちょっと今後はちゃんとこのプレイして、うん、考えてやっていく方も見せていきたいですね、見せていきたいですね、特にね僕個人的に思ってるのはライブ配信とかで、うん、その、視聴者の参加者を募って、あ、まあ、4人とかで、あそれいいですね、僕とアーサーさんでやってるとか、まあちょっとまあありきたりな企画で言えば、例えばあの時間計って、はいはいはい、アーサーチーム俺チームでどっちがクリアできるか、はい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 、とかやったりとか、そういうのいいですね、そう、そういうねちょっとあの遊びを加えた楽しみ方みたいなのもやっていきたいと思いますので、ぜひそちらもね、はい、皆さん楽しみにしてほしいなと、うん、思っております、はい、はい、といった感じで今回クリアできて本当に良かったです、いや本当に良かった、はい、まあといった感じですね、また次回の動画でお会いしたいと思います、はい、またね、バイバイ、バイバイ。